ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンではユーザビリティも向上しました。ソフトウェアベースのケイロスは自由にアサインすることができるオグズバスを16チャンネル持っています。従来はこのオグズバスを番号で識別していました。それがこのバージョンでバスの名前が変更できるようになり、セットアップ状態の把握がしやすくなりました。バス名の変更はバスを右クリックして開くメニューからリネームを選択して行います。例えばバス1にオンエア映像を立ち上げましたので、バス名をオンエアにします。細かな機能ですが、ケイロスの柔軟性をサポートするアップグレードです。変更したバス名は、クリエイターのバス画面とマルチビューアーのソースラベルに表示されます。マルチビューアーに何が立ち上がっているのか、非常に分かりやすくなります。今回のバージョンで、ラオ社の VSM スナップパネルに対応しました。お客様の目的に合わせたパネル構成が可能になります。パネル上で好きなオグズやソースを割り当て、クロスポイントの選択とマクロの実行が可能です。ケイロスはマルチビューアーのオグズへのアサインやオグズの SRT 出力によりリモートプロダクション運用の核となるシステムです。このバージョンではライブビューを別のウィンドウやセカンダリーディスプレイへ出力することが可能になりました。ライブビューを確認しながらクリエイターの操作をすることができますので、リモート制作の幅が広がります。このバージョンはコントロールパネルをパスコードでロックすることができます。ロックはパネルの10キーパッドから入力した任意の数字で行います。ロック中は10キーパッド以外の LED が消灯します。復帰するにはロックした時と同じパスコードを入力します。ユーザーのニーズに合わせた柔軟なシステム構成で次世代の映像プラットフォームを目指しています。進化し続けるケイロスにどうぞご期待ください。ケイロスのさまざまな機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。パナソニック。